さあ白石低いボール頭で刺して決まりました。グルージャ1点返しています。藤沼のゴールでしょうか、ちょっと映像で確認しないとわからないんですが、何かゴールに吸い込まれていったような後半の40分に1点を返しています。この白石のボール非常に低いボールだったんですが、あ、藤沼がヘディングで後方に反らしたところ直接ゴールに向かっていきました。